先ほどです。最近ですね、なんかこう初心者あるあるなんですけどね、スラップだとかそういうものができないとダセみたいな、そういうような、感じのことを意見があるような気がしまして、そういうチョッパーな弾き方っていうのはですね、少し練習しました。でまあニヤニヤしててイライラさせられる口元の歪んだそんな私なんですけど、髪の毛をですね最近バッサリ切りましてね、4月の初めぐらいだっけ、ね、切りましてこんな感じの、ヘアスタイル、まあ、昔からよくこんな感じの髪型だったと思うんですけど、特別でなんかこう僕の人生観の中ではそんなに、変わった感じじゃないんですけれども、ずっと長い髪だったので最近はさっぱりして気持ちいいですね。今日はですね、ギターじゃないんですよ、今ギターを散々弾き倒しましたけど、今日はなんとですね、絵を描きますよ。社長が絵を描いてるとこなんていうのは基本的にね、お見せしたことないと思うんですけれども、今日はお見せしましょう。絵を描いてるところですね、これで今回第3回目になるのかな、第3回目になりますね。今回はギターとか音楽ではなく、音楽ではなく絵を描きましょう、はい、ということで絵を描くときにですね、必ず必要になってくるものを見てきますね。それがこのシャーペンと消しゴムですね。これなんかこれ何これ、ね、これなんか最近しーちゃんが買ったドラえもんの消しゴムなんですけど、まあこれを使いましょう。これがどうしても必要になってきますよ。あとは紙ですね。これがないと私の場合は絵が描けない。っていうのはペンタブやなんやらを使ってるわけじゃないということですね。そしてこれが必要になってきます。これを使うことによって色彩感覚や筆圧っていうのがすごく分かりやすくなる。これをつけて絵を描きましょう。見え方が違う、世界の。これがすごい描きやすくなるんですよ。これじゃあちょっと描いていきましょうね。で今日も今日も、助っ人でしーちゃんが、来てくれております。なのでいろいろお話を一緒にしながら描いていきます。とりあえず下書きをですね、描くとこまで一回やって、一回切ってですね、そして色を変えていきたいと思います。それでは今日も色を描きましょう。じゃあ描きますね。ちょっと見えづらいんで、ちょっとこれをちょっと色彩素晴らしいでいい。ちょっと見えづらくなっちゃうんでね。社長どうされました？ちょっと待ってね。
ちょっと戻しちゃってますね。充電ケースなんでちょっとね。で、今日はですね、私の過去に作った、いや現在進行形で作っている物語の、キャラク、あるキャラクター、オリジナルキャラクターを描きたいと思います。まあ、過去にいろいろ物語を作ってきたので、いろいろキャラクターがいるんですけれども、今回は、いつぐらいかな、一昨年ぐらいか、一昨年ぐらいに描き始めた物語のですね、このブログに載ってるんですけれども、まあ、このキャラクター、このですね、このロリロリなアリーニという、このキャラクターをですね、今回は、描いてみたいと思いますよ。まあ、現在進行形で描いている最中のキャラ、物語のキャラクターなんですけれども、なんとなく今回はこれを描きたいと思います。本当は冒頭にですね、もっといろいろお話をしたかったんですけれども、今回は特に何も社会的なことですとかそういったものに触れずに、あえて動画撮影をしております。ただまあ少し触れるとするならばですね、今いろいろ社会的にですね、皆さん活動しづらい、僕自身もそうですし、みんなそうだと思いますので、あえてそういったところを深く話したいとは思わないんですけれども、まあ、とにかく元気であることがそれぞれ大事だと思いますので、現実問題、どんなに心があってもですね、その感染し合ったりしてしまうとすごく大変なので、そういった距離感を保ちながら、社会と足並みを揃えながら、また自分自身がそこに飲まれないようにどう戦い切るか、戦い続けるかというものが人生にとってはすごい大事なことになってくると思いますので、そういったところも本当は冒頭にお話ししようかと思ったんですけれども、とりあえず、並びとしてこのような感じになってしまいましたね。まあ、とにかくなるべくこう動画として、あ、なんていうか、熱くなりすぎないような動画を撮りたいなと思いまして、今日は絵にしてみました。音楽だとね、音楽っていうのは感性が豊かな人たちからするとすごく気持ちが盛り上がりやすい、なので今社会的にはあまり求められていないところなのかなと、あまりそういうところは違うのかなと、私なりに思いまして、今回は絵ということにさせていただきました。ということで、この面白みのないこのここになってからずっと話ばっかりですけれども、今日はですね、料理をしていて左の親指を切っちゃいまして、ここの爪がズバッと切れてるんですけれども、ちょっと今日イライラしながらですね、いろいろトレーニングなんかをしながらせかせかとやっていたもので、ちょっと油断をしてしまって、料理中にちょっと包丁が当たってしまったんですけれども、あと ちなみにここもですね、お風呂入っていたんですけれども、湯船に浸かっていたんですが、ちょっと暑くなったので窓を開けようと思ったら、窓のフックと、そのドアの間で、切れてしまいました。ということで、じゃあ早速帰っていきましょうか。ちいちゃん、だいぶ話長くなっちゃったけど大丈夫かな。ちいちゃん、だいぶ長いな。いや、ほら、一応ね、話しておかなきゃいけない。本当は冒頭で話した方がいいんだろうけれども、まあ並びとしてこないよ、ちょっと。はい、とりあえず、そうだね。いや、早速帰って、まあ、とりあえずこのキャラクターですね、このアリーネという、アリーネちゃん、このロリロリなこのキャラクター、これは妖精ですね、いわばティンカーベルかのような、そのようなイメージで持っていただければ、
そんなキャラクター、そんなニーニちゃんを今回描いてみたいと思いますよ。で、これは、日付書いてるんですけれども、これは2018年9月28日なので、2年弱ぐらい前ですね、描いたのが。物語自体は、まあ、まだ完成されてないんですけれども、これ大丈夫かな、光当たり。ちょっと描いてみますよ。どのようなこう角度がいいかとかね、いろいろ考えたいんだけども、なんとなく、あれ、これ芯がねえな。芯ちゃん、芯ちょうだい。これ3本もいらない、1本でいいよ。しかし最近しーちゃん どうだろうね、しーちゃん、世界的な流れの中でこの動画撮影時代さ、家でできること探してるよね。全くこういうのも一切活動しないとかそういう風になってくると、結構めいってく、気持ち的にめいってくると思うからさ、多少のそういうどこかで発散するもの、類のものっていうのがあってもいいと思うんだけど、それがね、もうあっちこっち封鎖されてるような感じだから、人は厳しいよね、そういうところはね、今の現状はね。なんとなく今描き始めているんですけれどもね、まあ、なんとなくこう動きを作りたいですね。その動きをどのように作っていくかというのが、その描きながらこう決めていくんです。で、僕あれなんだろう、しーちゃん、あれ、あの丸描いてさ、なんかあれの丸描いてさ、こうか当て、顔に当てるやつ、当たり、あ、そう、当たりなのかな、このこういう、いうのこう、こうやってこう書いて、こうひーちゃんこうやって書くやつ、こう、当たり、この当たりというの、僕はこれをですね、書いて、これを当たりをつけて書くってことを僕は覚えてこなかったんですね。そのまま下書きで書く用のやつ、そのまま、書いていってしまう。まあ、本当は基礎的には良くないんですね。なので、こういう当たりをつけながら、ちゃんとバランスよく書いていくというのが大事になってきます。なので、これはあまりいい手本にはなりませんね。このようにね。まあ、もっとよりそんなに絵も上手なわけではないんですけれども、上手なわけではないというほど上手で、下手なわけでもないですけどね。こういう当てを書かない、当てをつけないっていうのが、僕の書き方なんですけれども、まあ、ここすげえ狭い。ちょっとあれね、どんなのしてたっけ、あ、もうちょっと大きい。光当てるか、大丈夫かな、まあ、ちょっとあのこのアリーネというキャラクター自体描いたのがですね、結構前なので、あのどんな感じで描いたかなっていうのがちょっとね、あんま覚えてない。何回も描いたようちに、このそのキャラクターの特徴っていうのが自分なりにこう掴めてきたりするんですけれども、
できないの、この瞳がもうちょっと柔らかい方がいいな。とりあえずこんな感じで撮る感じですね。口元もこうバランスを見ながらですね、こう膨らましていくわけですな。これは私の描き方ですね。何書いてる、まあいいや、あのキャラクターのなんか他のなんか別のなんかの作品のキャラクターとかだったら言わなくていいや。ヒデも書いてるんですよ今ね。まあちょっと動きをこう作ろうと思うとこのような感じで今のところやってますけれども、とりあえず下絵をですね描いてからですね、まあ、色付けにしていくわけなんですけれども、色付けをしていくところまで一回行ったら一回カットしたいと思いますので、そこまでよかったらお付き合いいただけると嬉しいですね。こんな感じで、まあ、アリーネというのは妖精なのですごく体が小さいんですね。なのであの顔とかもとてもちっちゃいんですよ。という設定に、自分の中でそういう設定で物語とは書いてるんですけれども、こうちょっと目がね、これちょっとこの目はちょっときつすぎるんですよね。アリーネっていうのはもうちょっと目がこんなきついようなイメージではない、もうちょっと柔らかいはずなので、このようにちょっと微調整をやっていきたいんですけど、まあ、社会的な現象っていうものをなるべく動画撮影にこう合わせたくない、あ、語らないようにするというのはですね、私がですね病気を持っていまして、私は統合失調症と解離性同一障害という病気を持っているんですね。で、そういったものの悪化につながりかねないというか、つながる可能性のある内容が社会的なそういうものに、社会的な流れやその時の時代の動きなどっていうのがこう、これ消しゴムダメだこれ。消しゴムだ。もうね。なんか社会的な現象などにですね、変に感応してしまうことがちょっとあるんですね。なのであまり触れたくないっていう、その個人的なものなんですけれども。ただやはり自分たちがこう日々生活する中、生活というものもその社会の一部なので、全く触れないというのもいささか非常識なものかなということを私なりに考えまして、このように一応説明をさせ、私なりの考えていることなどお話しさせていただいた次第でございますね。実際はそこまで深くは触れたくないというのが私のスタンスでございます。まあ、ちょっと目がちょっときつい気もしますけれど、まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。なんかもうちょっと可愛かったかな。もうちょっと可愛らしい、大人っぽくなりすぎたかな。でまあまあちょっと、まあ、時代が2年以上経ってるので、前回の絵を描いてからなので多少、このアリーネも多少大人になったという風な捉え方はどうだろうかと自問自答しておりますね今現在。
黙々とただ書くだけだとちょっと動画として退屈かなと思って、なんか喋ってるんですけども邪魔かな。しーちゃんどう思う？いや、いいと思うけど。何もこう何にもさ、しまってこれさずれてんの、なんか角度がこんな感じ。そう、何にも言わないでさ、ただ黙々と書くよりはいいよ、多分。これどう動かしてからね、ちょっとこれ邪魔だな、こう、服装とかそういうのはもうですね、もう元ネタというよりか僕のイメージしているのは完全にピーターパンなんですね、この物語というのは。なのですごく類似して類似したキャラクターというものというのですね、こう類似したキャラクターというよりはその妖精というものが出てくる、そのティンカーベルのような妖精が出てくるというものが問題、そう、とても自由な、まあ、ただ まあ、そういった物語はいろいろあると思うんですけれども、なので服装ですとかそういったものっていうのはですね、どのようにこう書くべきかっていうのは既存のあらゆる妖精、いわゆる妖精のキャラクターですとかそういったもののイメージを僕なりに膨らませてるんですけれども、いかんせん私のイメージ力というものがですね、なかなか湧かないのでですね、ちょっとこれ鎖骨がちょっと出がすね、だからこうなかなか湧かないので、こう書きながらなんとなくこう抱くという、書きながらなんとなくこんな感じかなというのを考えるわけですね。だから毎回毎回服が違います。これだとなんかこう葉っぱみたいな、葉っぱみたいなこうイメージですよね、妖精が透けている服っていうのは。じゃあここをどのようにするかだよな。いろいろ何ですか、自分の好きな漫画ですとか漫画のキャラクターっていうのをですねデッサンして、描いたいっていうのもよくありますけれども、なのでたまに絵を描いたりするのが好きなんですね、昔から。なのでそれは今も続いてる趣味なんですけど、まあその好きが高じてなのか自分でこのように物語を作っ、自分で物語を作ってその物語のキャラクターを考えるということも昔からずっとやっておりますね。なんかこうそういうのがずっとある人間なんですね。なんかこちらね、なんかもっと選んでしょうか。でちなみにこのアリーネというのは。
何でもないです。喋りながらかけそうになってきてるのか。服装ですね、こうなんとなくこうこんな感じかなみたいなこう抱くんですけど、何にもこう浮かばないんですよ基本的に。曲作りはそういったものも同じなんですけれども、こう書きたいイメージというものっていうのがざっくりと何となく漠然とあって、書いてる最中に違うなっていう感じでこう変わってくるんですよね。漠然とできたその感じのままで ほぼそのままに作るっていうのがあまり楽しいと感じないタイプですね。作ってる最中に新しく出てくるイメージっていうものをもう含まった上で作品ができていくっていう方が僕は楽しく感じますね、作品作りっていうのは。なのでなんとなくこう構想で抱いたものというのその通りにはほとんどしないですね。なのでこの今のアニーでもこのアニーでも現在進行形で全然なんとなくこんな感じにしようかなっていう漠然さもほとんどないのを書いてますが、その感じがどんどん変わってきますね。ちょっと待って全然見えてないね、これね、こんな感じですね。今パッと描いてってカメラワークを全然気にしない、はい、このような感じでどんどん下に、切れますね。この下の方描いていきますよ。本当はこういうのは本当にあの当てというのをつけてですね、あのバランスが整いやすいように書いていくというのがその基礎っていうのをちゃんと覚えて、こういう絵というものは描いていかない。このあのもちろんこのくろうとさん、あの趣味が絵な方がですねこれを見ていた場合は言わずもがなの話なんですけれども、この私の、このサイトのからリンクしてくる人のほとんどがみんながみんな絵を描いてるような人ではないのでね、なので、ね、これを見てちょっと描いてみようかなと思った場合には当てをまずつけてから描くということを、最初に推奨しております。私の真似というのはあまりお勧めできないですね。これっていうのは、ダメな見本だと思った方がいいですね。なんかブーツな感じにしたいんだけど、違うかな、ブーツ。まあいいや、とりあえずちょっとこっち側を変えてみましょうか。ブーツが合いそうになかったらちょっと変えますね。ちょっと足がちょっとこれ以上短くするとですねかなりのチンチクリになっちゃうので、これぐらいの下になってもこれでもちょっとバランス悪いですね。
全体とのバランスをこう、あ、こう見てみるとですね、こんな感じなんですね。するとちょっとバランスが悪い。なのでこの辺が太ももで、ここら辺が膝ぐらいのイメージですね。まあ、そういうのをこういった当てを書かない代わりに、すごく消しゴムをすごく使います。なのであまりなるべく、線をですね、濃く描きすぎないで、薄めにこう何度もシャッシャッシャとこう描いていく感じですね。そっちの方が消しゴムは当てやすいので、こんぐらいですかね。こんぐらいかな。OK。ちょっと、かなり、短足な感じの足の作り方ですね、作られ方ですね、これだと。まあでもアリーネっていうのは背が小さい感じの見た目をしているので、なので、まあ、チンチクリンあるあるですよね。チンチクリンあるあるなので、この辺は OK なのではないでしょうか。で、どうかな、これはブーツよりもハイヒール的なものなので、もしかしたら合ってるかもしれないですね。なってくるとこう、このようになってくるですね。どうでしょうか。あ、こっちもかなり、こっちがこんなに短くて、こっちはすごく長いみたいになってるんですよね、これ。で、これもほとんど消す感じですよね。最近ペンタブなどでパソコンで書く人がほとんどだと思いますので、